子供と一緒にどこ行こう。ハンダプリモから。オリックスブルーウェーブの小川ファンの皆様ごめんなさい。先ほども CM の間にセンターフライだったんですが、今も CM の間に早打ちでサードゴロに倒れてワンアウトです。今のシーンです。変化球でした。田尾さん、この木田攻略というのもなかなかこれ難しいですね。今日はね、初球からフォークボールを使っていくんですよね。本当にフォークボールがストライクになるわけですから、コントロールいいですね。いつもですとフォークボールがなかなかストライク入らなくて、はい、まっすぐを待ってそのまっすぐを打つというね、形になるんですけど、今日はそういうふうにいきませんね。今シーズン3割3分2厘5毛を打った辻さん、はい、これだけ木田もコントロールがあって球威もありますんで、なかなかこれ打ち崩すの難しいと思いますけどね。そうなんですよね、やはりまっすぐ速いんで そう簡単にフォーク待てないんですけども、はい、だからストライクに来るんでどうしてもチェンジアップ気味に来ますんでね、やはりあんまり引っ張りにかからない方がいいんじゃないかとは思うんですけれども、やはり狙いはセンターから右ですか。右バッターはやっぱコンパクトに打つのが一番いいんじゃないですかね。DJ の打球は一塁線ファウルです。4点を追いかけるオリックスブルーウェーブラッキーセブン、7回の裏の攻撃。それとですね、この後、今日が第4戦で第5戦以降の話をしていいものか悪いものか分かりませんが、もしかしたらこの木田というのは一つの天敵になりかねませんよね、西本さん ね。これからあとですね、仮に6戦7戦があった場合ですよ、木田が出てくるとやはりちょっと打てないという感じになってしまいますよね。そうですね、ですがね、はい、ここで4点取り返すとかね、そういう風な感じじゃなしにね、木田を不安な状態に落とし入れるというかね、そうですね、ということで、ランナーとにかく、出ることに、専念しないといけないですね。これはそういった機会があるかないか分かりませんが、この後また第5戦あるいは6戦7戦あるかもしれません、ないかもしれませんが、木田に対して心配だなというものを与えておかなきゃいけないわけですね。そういうパンチをね、一発。ですから、これほどね、ピッチャーに抑えられてね、はい、何の不安も感じないようなね、そういうピッチングされるとなかなか捕まらないですよね。はい、DJ の茶色いバットが真っ二つに折れました。サードゴロどん詰まりです。ツーアウトです。なお日本シリーズ中継の延長のため、メトロポリタンジャーニーは野球中継が終了次第時間を繰り下げて放送いたします。メトロポリタンジャーニーは野球中継が終了次第時間を繰り下げて放送いたします。ご了承ください。ツーアウトランナーなし、バッターは高橋。球威のある球で DJ のバットを真っ二つに折りました。マウンド上の木田、昨日の西山といい、このマウンド上の木田といい、やはり150キロ近いストレートにはさすがにオリックスの各バッターも手を焼いています。イチロー今日はセンター前にヒットを1本打っています。今炭火に手をかざしていました。半袖ですけれどもね。今日はベンチには炭が入っています。変化球がアウトコースに外れています。ワンツーです。木田は4回の裏からマウンドに上がりました。3回までは先発は宮本サウスポー、1点を失いました。4回、5回、6回、そしてこの7回と2アウトまで1人のランナーも出していません。ショートです、名手河合。落ち合いに送って、この回も三者凡退です。ブルーウェーブ木田の前にランナーを出すことができません。点差は4点、変わりません。マイティナイティシックジャパンスリーゲーム4。その技術のすべてが
次の世界基準です。信じられる車を、新マーク2誕生。秋のザセール見逃せないわよ。例えばジャケット、今年の流行を取り入れた人気の素材やデザインがいっぱい揃ってるの。今までにないものいろいろ。伊東洋華堂ザセール27日まで。天気になるといいね。とてつもない高級車、ニューチェイサー、The Strong。 The Strong New Chaser、 強い高級車に乗ろう。その技術のすべてが次の世界基準です。 Oh my God。 信じられる車を、新マーク2誕生。負けるな、金メダルだ、冬二頑張れ。はい、もうダメです。冬二、キリン冬仕立て。立った、冬が暑いぜ、キリン冬仕立て。3万3000大観衆が入りました、グリーンスタジアム神戸。これから8回9回です。大井監督の日本一の胴上げ、これを達成するにはこの4点のビハインドを跳ね返さなければいけません。そのオリックスのマウンド、長谷川4人目、ジャイアンツバッターは2番の本木です。まあ3連勝した後の昨日の大井監督のインタビューも非常に、おっとこれは左中間、本木の日本シリーズ初安打、ここで出ました。非常に慎重な言葉を選んでいた大井監督ですが、第4戦は形勢不利。矢沢さん、こういうところで本木はヒットが出ましたね、シリーズ1本目がね、まあ、なんとかね、気分変わるんじゃないですかね、この外のスライダーですけどね、スライダーですね、バットの先の方で持っていきました。ノーアウトランナー1塁。さあそして松井、風は松井にとってはホームラン風、9本のスパイクで打席を踏みしめて、松井1球目シュートボール、心なしかベンチの長嶋監督の表情、顔が赤みをさしているように感じますが、昨日あたりは随分白く感じたんですが、2球目今もですね、本木のヒットに対してね、はいはい、これ初ヒットなんですよ。そうなんですよね、初ヒット初ヒットって大きな声出しましてね、走れ走れなんてその後も言ってました。あ、そうですか、ノーアウト一塁、本木は今シーズン盗塁は3つ決めています。インコースです、2エンド1。まあ西本さん、気楽に打席に立てる場面だと思いますけどね、松井もね、ね、じゃあの球質といいね、はい、ここらで1本出しといてバットの芯で捕まえてですね、明日からあの自信を持って打席に立てるようにね。バットの先で擦るようなバッティング、ショート小川背走、ファインプレーです。ショートの小川背走1番、このフライを取りました。それにしてもここで打たなくてどうするんだという感じの松井のバッティングでしたが、ね、なんか8番バッターの打ち方みたいな、ね、そうですね、矢沢さん何か恐る恐るバットを出してますが、そんな感じがしたんですがね、何か狙い球がね、もうはっきり絞りきれてないんですよね、もう本当に相手のピッチャーにこう打たされてるというね、はい、そういう状態がこう続いてますね。今もフォークの球なんですけど、少しスピード抜かれるとね、みんなグリップが先に出てしまってね、バットのスイングなんかこう合わせに行くようなですね、スイングになってないですよね、そしてバッターボックスは、はい、まあ、押し出しでね、2点は取ったとはいえですね、やっぱり松井、そしてね、
これが打たないと中心ラインが打たないとやはり明日へのねやっぱり意欲もこう失せてきますよね。そうですね、今日は相手ピッチャーの乱調につけ込んで押し出しのフォアボールで2点を取っていますが、松井のバットから快音、まあ、ヒット1本ありますけれどもタイムリーが生まれません。重傷です。先ほど手にデッドボールを受けた落合、右手の4本の指に小林からデッドボールを受けました。詰まった当たりはサードを弾いた、名手馬場が弾いてしまいました。記録はもちろんエラー。ワンアウト一塁二塁です。そして落合に代走を送ります長嶋監督。代走は出口であります。背番号66出口を落合の代走に送りました。それにしても守備のうまい馬場が落合の、まあ、それほど難しくない打球ですけれども弾いてしまいました。ワンアウトランナーが一塁二塁です。辻さん、打球の処理としては決して難しくないように思いましたけれどもね。いや、バウンド的には難しいと思いますよ。そうですか、ちょっとあれを一歩前に出ればね、ショートバウンドが取れると思うんですけれども、はい、ちょっとやはりダブルプレーということで横の方に動きがありましたんでね、その分ちょっともうちょっと前に出れなかったですね。やはりゲッツーを意識した名手の馬場でありますが、横に弾いてエラー。ワンアウトランナーが一塁二塁でシェーン・マック2本のヒットを打っています。ファウル、長谷川もコントロールは今一つ定まりませんが、まあ、時折威力のある球威のある球を見せています。シェーンマックの今シーズンの得点圏打率は2割8分7厘。昨日のホームランを契機としてこのマックに当たりが戻ってきた、そういう感じがいたします。試合と松井、外の変化球です。スライダー空振り、まあ、矢澤さん割とこの低めの変化球に低い体勢から対応するマックなんですが、ね、今のはだいぶバット離れてましたよね。やはりこう打ってる時と、はい、それとこういうね、空振りしてる時の差がですね、やっぱりこう激しすぎますよね。そうですね、追い込まれたマックですがインコースボール。まあ、10月の6日のゲームでホームランを打った時に腰を痛めてしまったというマック。この日本シリーズ前の練習も休むことがありました。昨日あたりもちょっと腰が痛んだんだそうでありますが、2-2。長谷川ウイニングショットは外か、アウトコースにスライダー決まりました。チェーンマック見逃し三振、ツーアウト一塁二塁。まあここは西本さんセオリー通りの打ち取りでしたね。そうですね、少しスピード殺した球だったんですけどね、はい、セントロンならボールかな。まあ今のところはストライクじゃないですかね。辻さん、やはりそういうのありますかね。セトパと両方経験なさって高さにはちょっと多少あると思うんですけどね、コースは同じでしょう。はい、ホームプレートの大きさ一緒ですから、はい、さあ左バッターボックス後藤です。この後藤のバットからまだ快音が聞かれません。この日本シリーズ27歳9年目、もう打とう打とうというね意識がこう強すぎて上半身がこう硬いですよね、後藤はね。性格はやはり真面目なんですかね、この人はね。思わぬところでヒーローになる活躍もしますが、この後藤空振りです。2エンド1、強く振りたいのは分かるんだけどね、やはり変化球は待ってないし、はい、まあ、ストレートもやはりこう力強く振るためにヘッドが出てこないんですね。はい、
まあ、同じようなことが清水にも言えますよね、はい、この辺りが全開になりませんと、まあ、ここでもしジャイアンツが勝ってもこの後が苦しくなるわけでありますが、さあ長谷川追い込んでインコースファウルボールです。随分公式戦のね、なんか厳しいそういう場面で働いてきた選手なんですけどもね。そうですよね、サヨナラの立役者になったこともありましたしね。シリーズに入って本当にあのこれという働きができてないとね、こういうふうに慌ててしまうんじゃないですかね。これはファールです。まあ、最初にいきなり野村に対して送りバントを失敗してピッチャー小フライダブルプレーに倒れて、まあ、あれを何か引きずっているような肌から見ていてね、そういう感じを抱かせるんですが、どうしてもね、打とうとするとね、そのこの後藤の体がね小さく感じるんですよ、こうくの字になってね。あ、くの字にね、そうするとこう突き上げるようなバッティングになってきますからね、はい、だからもっとスラッとこの大きさをねもっとこうピッチャーにこうぶつけるような、はい、感じがいいんじゃないですかね。スッとこう立てばいいわけですね、はい、インコースボールです。まあ、もうちょっと西本さんズーズーしいって言いましょうかね、開き直りがある選手だったらいいんですがね、今の巨人の選手はね力持ちの人がいますけどもね、はい、みんな純情そのものというそういう感じしますよね若い人たちに、まあ、そうしますと2-2から打っていった、これはどうだ、切れるかな、切れそうです、右に切れました、大きなファウルです。距離は十分足りていましたが切れました、一郎は追いましたが、だから選手っていうのは難しいですよね、憎らしいような人がねあの試合に働いたりね、はい、できるんですよね、苦しい試合に。まあ、西本さんも数多くの選手を育てて、まあ、試合をしてきたわけですが、まあ、誰か一人ぐらい爪の赤を煎じて飲ませたい選手もいますですよね。まあ、誰とは言いませんけれどもね。さあ、2-2です。大きなファウル。辻君みたいにね、性格がいい、しかも大試合に働けるなんていうのはね、はい、こういう選手は滅多にいないんですよね。今一瞬辻選手がピクッときましたけれども、空振りです。ジャイアンツ2者残塁、後藤空振り三振、8回の表ジャイアンツ無得点。これからいよいよオリックス8回の裏の攻撃です。マイティナジスジャパンスリーゲーム4、天気になるといいね。その技術のすべてが次の世界基準です。信じられる車を、新マーク2誕生。 So Bobby, I'm watching you. And if that picture goes easy on you, I'm gonna kill your kid. What do you want from me? Now do you care? The Fan. クルッタナイフがスタジアムにいる。そった私たち、みんなのこと死ぬほど愛してる。急に何？ロッキとエルクラス、私たちは日産ステージアンを選んだ。読書の秋はやめた。ご飯、ねねちゃんは気が変わりやすい。栗ご飯に決めた。やっぱり松茸といった2分後には、秋はやっぱりサンマね。ローソンは秋三昧、旬の弁当揃いました。やっぱり変えて。やれやれローソン。それはとてつもない高級車、ニューチェイサー The Strong。 The Strong New Chaser。 強い高級車に乗ろう。ジャイアンツの守備がダイソー出口がレフトに入ります。この背番号66、落合のダイソー出口がレフトに入りました。そしてレフトの後藤がファーストに入っています。ファースト後藤です。そしてオリックスは8番代打柴原が告げられています。
ファーストに変わりました後藤です。柴原初球打ち、名手河合のグラブの先に収まりました。さすが河合です。積極的な柴原のバッティングだったんですが、辻さんどうですか今の。そうですね、本当にタイミングが来たしという感じで本当にいいプレーですね。ジャンプのタイミングドンピシャリ、はい、いや西本さん素晴らしいプレーですね。やはり左 の打球でね、少し逃げてきますよね、逃げる打球なんですけどね、そういうものも計算できてるんでしょうかね、はい、日本シリーズらしい河合の素晴らしいプレーが出てきました。そしてバッターは三輪です。代打高田に代わりまして、キャッチャーの三輪が代打で送られています。打っていって右中間ですが、マックが追いつきそうです。まあこの辺りは一つの経験ですよね、三輪にしてもね。そうですね、まあ、長谷川が投げるときには三輪がマスクをかぶるのが普通なんですが、その三輪が代打で、しかしながらセンターフライ、ツーアウトになりました。そして打順が1番に帰ります。田口、大島、一郎、ニール、今日のオリックスは1番から7番までは選手が変わっていません。ネクストバッターズサークルは大島、田口、インコース危ない。先ほどはジャイアンツの主砲落合が右手の指にデッドボールを受けました。ちょっと田口危なかった。胸元です。依然として木田は4回から登板してランナーを1人も許していません。パーフェクトピッチングです。まあ、長いペナントレース、ピッチャーの好不調の波というのはあるんですが、短い短期決戦の日本シリーズでそれを捕まえなければいけない監督の苦労というのは、西本さん大変なもんですよね。そうですよね。これであの調子のいい人はいいんですけどね、一回相手に捕まってしまうとですね、はい、なかなか次にその同じような信頼感を持ってマウンドへ送れないんですよね、この辺が辛いですよね、まあ、第1戦で一郎にホームラン、決勝ホームランを打たれた河野が2003戦とベンチに入っていませんでした。今日は入ってますけどね。そうですね、終盤あれだけね、はい、あのチームの監督の信頼をもらってた河野がね、ベンチから外されるなんてのはね、そうですよね、そういうこともあったんですからね、今またジャイアンツのブルペンの方では投球練習は行われていますが、木田はここまでパーフェクトピッチングです。田口、2-3のフルカウント、右打ちはセカンドです。結局ジャイアンツの木田の前にオリックス、この回も三者凡退、8回の裏無得点。さあいよいよ9回の攻防を残すのみです。マイティナイティシックジャパンスリー